うしたんですかお嬢様たち。なんかねー、暇なのよねー。約500年も生きていると、いろいろ飽きてやることなくなってくるっていうか。黙れよテロップ。まあ長く生きすぎてて、時に退屈って気持ちはわかりますが。そのお姿は一体どういった意味が？いや、私的には眼福ってか興奮ってか、そんな可愛らしいお姿が見れて嬉しいんですけど。これはあれよ、寒いのよ、シンプルに。一気に気温、下がりすぎじゃないここ数日？寒くてその格好？昨夜、着ぐるみ舐めちゃいけないわ。マジ、暖かいからね。あ、着ぐるみ、お嬢様たちは今、体が終わりで？ん？体？昨夜、何が言いたいのかしら？いや私はゆっくりおまんじゅうで体なしなので、なんかいろいろおかしくなっちゃうかなって。はぁ？お嬢様、主の野郎にナイフ投げしてもよろしいですか？まあ諦めなさい昨夜、これが主チャンネルクオリティなのよ。体あったりなかったりラジバンダリなのよ。そうですね。てかお姉様、霊夢にでも楽しませてもらう？あら、どうやって？おもてなし、させるのよ。大変だ大変だ大変だ、変態だー。確かに変態だ。で、どうしたんだよ？フランのコウマカンからメッセージよ。僕なコウマカンのフランな。で、なんて来たんだ？こんなビデオメッセージが。霊夢、突然で悪いんだけどさ、コウマカンと白霊神社で勝負でもしないかしら？勝負って言っても、殴り合いとかそういうのじゃなくてね。年末だし忘年会シーズンだし、みんなでワイワイしたい気分だから。コウマカンと白霊神社でおもてなし対決よー。ってことで3日後、まずは私とお姉様が白霊神社にお邪魔するから、おもてなし準備よろしくね。面白そうじゃねえのやったるわー。受け入れ早。ってことで材料買ってきたわ。気のせいかな？いや、やれなく全部赤いなー。そしてメインがこちらよ。レミリア&フランも驚くでしょうね。とその前に、冷やす時間を考えてまずはデザートから作りましょうかね。やばい、食材全部見た上で、何がしたいのか1ミリもわからんぞ。まあまあ、黙ってみてなさいよ。ちょっとマリサ、これ一応動画なのよ。なんか喋ってよね。お前黙ってみろ言ったよな。って謎の粉入れてるし。食用色ソレッドよ。あー懐かしいわ小さい頃、お花で色水作って遊んだっけ。あの霊夢さん。はいはいマリサさん。そろそろ本日何をしたくて、何を作っているのか教えてもらっても。しょうがないわね。今回おもてなしするレミリアとフランの種族は何かしら？そりゃ、吸血鬼だけど。そう？吸血鬼ヴァンパイア。吸血鬼といえば血、赤。まさかの。ってことで本日作るメニューはー、紅のチーズフォンデュ、サクランボブラッドゼリー。チーズフォンデュって。さあ、これで冷えて固まれば完成ね。それじゃあメインディッシュ、チーズフォンデュいくわ。料理名に血って文字が入っている違和感えぐいですわ。あ、ちなみにこれはパプリカじゃなくて、赤ピーマンよ。あ、ピーマンよ。謎の恐怖野菜生み出すなし。さあさあ、切った具材は最後ね。まとめて蒸していくからこっちに。嫌な予感か。あ、でこっちがパプリカでございます。ってミスった言い直しますね。パプリカ、花が咲いたら。でかい気がない言い直しってか歌い直し。てちじゃねえよ。おし、これで具材はこんなもんね。料理の彩りとは。ていっけね、人参忘れてた。見てよみんな、この人参すごくない？まさにこのために近所のスーパーが置いてくれていたかのような、ブラッディーな人参ちゃん。うん、確かに一般的なオレンジ人参に比べると、かなり赤いし今回の企画にぴったりだけど、100億%この企画のためにスーパーが置いたわけがねえのは確信だよ。おし、今度こそオッケーだな。マジで真っ赤で草。それじゃあこいつらを、蒸して食べやすい硬さに。ポチッとな。こんな状態で、蒸すこと10分ちょい。
ウインナー、タコさんなってるし。のんのんのんマリサ。え、ウチンナーよ。黙れよ。そしてチーズじゃなくて、チーズでございますからね。まあさすがに血は入れられないので、濃縮トマトペーストとかで色つけていくわ。このトマトチーズに関しては普通に美味しそうな件。最高の相性だぜ。そしてピリッと後引く辛味を。食用色素も、多分赤く染められかけていてチーズもびっくりしてると思います。色合いの変化にご注目。塩が何気に強い？こっからよこっから。おお、一気に赤が出てきた。ふふ、いい感じでしょう？うん、悪くないけど、ちょっと赤感がまだ弱い。そうね、それはうすうす感じていたわ私も。ってことで、完全に全部混ぜ終わったら最後にもう一工夫を。うん、トロッと感は申し分なし。からの必殺、食用色素を上の方でほんのり混ぜ混ぜアタック、ほう。お、確かに良い感じのブラッディ感になってきた。うんうん、悪くないわね、こんなもんで十分でしょう。これでもうほぼ完成。最後にドリンクを注いでと。はい、ここもしっかり真っ赤とメイトジュースです。大きいグラスがレミリアで、こっちがフラン。ってことで完成じゃーい。レミフラおもてなしチーズフォンデュです。改めてオールレッド草。ふふ、これにはレミリアもフランもびっくり大喜びでしょうね。びっくりは、間違いないと思う。あ、ゼリーの方もしっかりと固まったわ、プルルンチョ。うん、まあ普通にイチゴゼリーとかあるし、こっちはそんな違和感ないな。はい、レミリアとフラン召し上がれ。あなたたち用に特製した、紅のチーズフォンデュよ、真っ赤よー。え、私たちが吸血鬼たちのイメージから、この真っ赤なおもてなし料理を？そうみたいだぜ。やっぱ霊夢あんた面白ー。めっちゃ楽しいわこれ、ありがとう。ふ、白霊神社なめんな。まあ満足してくれたなら大成功ってことでいっか。ってことで本日は思いつきでこんなお料理やってみたでした。最後にね、一応ちょこっと登場しておこうと思った主でしたよ。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。